おはようございます。東海市の散歩3回目三部作ラストは旧東急から旧つまり現馬老から旧22号棟までの道のりを語ります。先ほども挑戦したんですがね、どうも携帯の方が暑さでハングアップしてしまいまして、で先ほども、これは何だったかな、実はこの辺りは昔は緑にあふれる場所だったんですよね。小さな森があって、小さな森というか、まあ雑木林があったんですよね。でプールもあったんですよ。でそして何か小高い土手があって、まあなんていうか、まあとりあえず それのおかげで夏も涼しく買い物をすることができたんですよね。今はこの通り、まあ寮になっていますが、それにしてもずいぶん暑いですね、ここは。もう1分ぐらいになりましたね。暑い。では、もうすぐ、暑いね。もうすぐ、上野台のバス停になりますね。昔はもっと木が多かったんですよ。悲しいことに今、不審者対策とか言って、その木を全部切っちゃったんですからね。本当に嫌な世の中になったもんですよ。で、そうですね。どのあたりでハングアップしたんでしょうね。実はさっきも挑戦したんですが、まあ、その頃は暑さのピークの時間だったんでしょう、かね。今どこだ？というわけで、今22時3分ね。今4時ぐらいでしょうか。今、これ3分ぐらい経ったんですね。で、画面がおかしいなと見たら、ハングアップしていたというわけなんですよね。もうすぐ奇跡の三角巣にたどり着きますよ。つまり以前の安全島にたどり着くんですわけでさ。で、今の安全島だったね。失礼。バス停の近くを通るのかな、現在のバス停の近くを。このバースと書かれているところを通るんですね。はい、今車が何台か通り抜け出したね。というわけで、横断歩道を抜けた先、はい、ここが安全灯になりますと。というわけで出発しましょうか。思ったらなんかデッキ漫画が駆け抜けてきましたね。暑いっすね。上野台のバス停は、まあそうですね、いずれ機会があったら番外編で語ってみましょう。よし、した。そうだな、この辺りでハングアップしちゃったのかな。まあ、とりあえず今も通学路として使われている狭い路地を通ります。
そうだ、ここで、先ほど失敗した時はみかんのことを語っていたんですよね。うん、昔ながらの方法 で使っているみかんがあると言ってましたね。この近くの、そうだな、クリーニング屋さんには昔も今もとても素晴らしい自販機があるんですよね。うん、ああ、子供が遊んでいますね。あ、行っちゃいました。今は夏休みですかね。30度ですね。30日ですね。もうすぐ秋がやってきますね。もうすぐ秋分がやってきますね。今大五郎通り抜けてですね。ねえ、はい、ホワイトキュービンの前にやってまいりました。で、昔はそう、この辺りがかつての社宅29号棟の前なんですよね。今はもう住宅街になってしまいましたが、でその真ん前があの恐ろしい崖とつながってるんですよね。もうずいぶん昔の話になりますが、それでは今回の3回目の散歩3部稼ぐ、これでラストとなります。ご視聴ありがとうございました。